では仲間が働く、工房の中に入っていきたいと思います。はい、じゃあ上さん案内お願いします。はい、これがね、ランニングプレーナーって、自動カンナっていうか、まあプレーナーですね。もともと厚いやつをね、一定の厚みにするためのものです。ああいう形で移動しながら全体をこうやっていくので、で多くて10枚ぐらい、1日4、5枚、少ないと4、5枚、少ないと4、5枚、多くて10枚、10枚ぐらい、はい、そうだよね、はい、なるこうやって一枚一枚サンディングして仕上げる。これ全部でいくつ作るんだっけ？50枚です。50枚。あ、本当。これはクスだよね。お、クスをやっぱりプレーナーをかけた段階かな。サンダーはまだかかってない、そのね、プレーナーの跡が残ってるんで、粗削りの状態、粗削り、お、だからもともとは削ってない状態だとこんな感じかな。あ、こういう黒くなっちゃってるやつを削ってみると、さっきもそうだったけど、うん、こんな本来の色が出てくる。おあの自然なところを残しつつ、まあまあ技術がいる。ね、削りすぎちゃってもいかんし、あくまで自然の形を残すように、うん、これが元なんだよね。これが元で、今みたいになって、本当だ、皮がついて仕上げてもらって、カウンターの裏面だよね。裏から見て、こうやってボルトをで締めてるね、この2つを、はい、うん、ここにはね、これ、お、これはカッティングボード。おー、カッティングボード、うん、まあこういう形のものが、うん、型もあればこういう型もあり、うん、そしてこういう型の、ね、カッティングボードもあって、うん、見てわかるようにもう端材です。あ、うん、これ端材ですね。そう、さっき見たような天板とか大型ものじゃなくて、うん、本当に切れっぱしの部分を使ってこういうものを作ります。これもみんな
あの職人さんたちが作ってくれて、お、まあ大好きな木を絶対捨てるなと、うん、捨てないためにはどうしたらいいかということで、こうやって企画を皆さんが考えてくれて、作ってると、うん、いかに木が好きで無駄にしないかという表れです。この大きい機械は高周波プレス機、ほう、いわゆる電磁波を当てて電子レンジみたいに、お、その木自体を温めるのね。温めるんですか、うん、そう、 木自体を熱くしておいて上からプレスする、沿った木をまっすぐにするための機械です。へえ、うん、それと同時に、まあ乾燥もされるんで、はい、うん、あ、温めるからね、多少水分が、うん、残ってるやつが、それをやることによって乾燥度が上がると。へえ、そういう利点もあるので。それ大体治るんですか？治る、お、または割れる。割れる失敗をすると。あ、失敗をすると、ね、失敗すると割れる。え、これ材木屋みんな持ってるんですか？これはあんまり持ってないね。あ、そうなんだ、うん、珍しい。まあまあ珍しい。へえ、うん、続いてこちらの機械は、うん、これもね、高周波を当てといて温めた状態の中で木の幅剥ぎをする。ほう、接着する。へえ、うん、2枚とか3枚とか5枚とかっていう板を接着剤つけておいて、高周波によって瞬間的に、お、瞬間的に、うん、普通だともう1日とか1昼夜プレスをかけてくっつけるんだけど、これはほんの数分とか。へえ、そうなんですか、はい、くっつけてしまうと。へえ、そういう機械です。じゃあすごい生産性上がる。そうですね、うんうん、今の工房のすぐ隣にある塗装工房ちょっと入りたいと思います。はい、行きましょう。あ、これか。おお、いいじゃん。どっち？自然系塗料のオスモを使ってます。オスモス、はい、オスモ以外は何か使えます？リポス、リポスが多いかな。お、うん、そう、これはエクストラだから1101だよね。透明で比較的粘度が低いというか塗りやすいよね、うん、塗りやすい。メカ部分ね、次は拭き取り。拭き取りをね、遅くしちゃうとギタギタになっちゃうんで、お、結構早めに拭き取る。あ、塗ったらじゃあすぐにのが、うん、鉄則。まあざーっと見てもらったですけど、大型のものもあれば小さいね、端材を使ったものまで、もう様々です。でも共通項は無垢の木を使っている。うん、張り物とかね、ではなくて無垢の一枚のものから何ができるかということで有効利用しているんですけど、中には本当に店舗で使う大型のものもあり、企業のオフィスに収めるものもあり、そして家庭でね、まあまあどちらかというと一枚板とか幅剥ぎは高級品ですが、うんうん、まあ、そういうものも作ってもらう、うん、そして小さいものまで、うん、何もかも愛情を込めて作ってもらえるということを期待しています。